はいよろしくお願いします、えー、高校受験対策国語でございます国語のデビューですね第1回やっていきましょうで細かい問題入れると全部で6問ありますのでまず1回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が解説しながら答え書いていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします よしじゃあ画面下げますのでお待ちください。よ,よ、えー、今回ね、まあ、動画、他の,の動画でも、おお、行き過ぎた、喋ってますけど、えー、問題提供をあの群馬県のね、あの地元市の縄文新,新聞社さんが、えー、提供していただきまして、あの新聞の紙面に、ね、載ってる問題なんです、これ。それを使わせていただいております。まあ、本当ね、群馬県の方はもちろん見てほしいとこですが、えー、群馬県じゃない方もぜひこのシリーズ使ってください。本当にね、縄文新聞社さん、ありがとうございます。 では参りましょう。で今回は全部文法です。文法の問題。でちなみに次回第2回投稿はちょっと先なんですけど、えー、古文の問題をね使わせていただいております。で今回まず1番が、えー、とあの文、雨が降れば明日の遠足は中止になるを単語に分けろと。でその数を漢数字で答えなさいにね漢数字。 まあ国語の問題をいっぱいこう解いてきたある、こうね、解いてきた方は、ああ、そうだよねって思うと思うんですけど、えー、国語でその数を答えろっていう時に、関数字の指定が入ることが非常に多いです。それは何かっていうと、じゃあ答え7って書きたい。7ね。それを数字の7、まあ三要数字ってやつ。7で書いてしまうと、×くらいいます。ちゃんと漢字の7で書きなさいっていう。いいかな。 そんななミスししねえよと思う方多いいかもしれないですこれねほんと受験の緊張感が入ると浮き足だってやってしまうんですね結構な本当気をつけてくださいだから頭の中でそういうミス関数字って書いてあるのに数字を書いちゃうミスが多いんだよねって意識しとくだけで確実に防げますいいかなじゃあ話を戻しましょう今回まず単語に分けろと言ってますでちゃんと答え書く前に、えー、軽くね 知っといていてほししことを話しましょうまず今回の主役はまあ単語と言ってるんですがこれは文を細かく分けた時に一番細かい一番小さい単位になります。一番細かく分けると単語で分けれますよっていうで、その次ちょっと大きくなると多分これもね聞いたことあると思います。これが文節です文節。 で、次が文。で、段落、文章みたいな感じで増えていくんですけど、まあ、テストで習われるのはもうこの二つです。たまに一個先の文もあります。なんか長い文章があって、はい、文がいくつでしょうかみたいな。で、文はこれ、丸ね。句点の数を数えればそれで1です。1文、2文、3文みたいな。丸数えればすぐ終わるんだけど、この二つは狙われやすいと。で、今回は単語に分けろと言われてるんですが、まあ、慣れてる方はね、 もう単語でスパスパスパって切ってていいんだけど、まずは段階を踏むなら文節から行きましょう。文節。まずこっちから分けます。で、文節のポイントはもうこいつです。ねっていう。ね。これで切っていく。あの文をねをつけて違和感がないように切っていくんです。例えば、雨ね、がねっていうと違和感あるよね。 でも「雨がね」ってやっていくと自然に切れるじゃないですかでそこで切っていく雨がね降ればね明日のね遠足はねここちょっと注意中止にねなるねって切ります分節中止になるねって切りますここはねでそこからもっと細かく単語に分けますで単語は例えば「雨が」は「雨」と「が」が「雨」に「が」がくっついてますよね そういういいところを切っていく雨で1個の単語意味が通じますね。で「が」でここが注意で「ふれば」は「ふるとば」がくっついてるんでここも切ります。「明日と「の」から分かりやすいね遠足と「わ」も分かりやすい。で「中止になる」は「中止」にも「中止」と「に」できる。でななななるはなるるははでですなとるには分かれないで数えていくと「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「8」「9」「10」「11」になるので「 答えは、え、数字、三要素じゃないよ、関数字で十一と。なんかあれだね、そうか、いつもおしゃしゃって書くけど、どうしようか、これが答えって分かればいい。<laughs> こんな感じで、<laughs> これだから、久々っていうか、国語滅多に取らないから、戸惑った。これ答えね、十一が答えになります。いいかな、単語、文節、どっちが来ても対応できるようにしといてください。 でちょっとこっちの話もうちょっと詳しくしたいんですけどここで出てきた言葉を使って説明したいのでまず2番いきますで2番は「あなたはなぜ昨日の会合会合ってまあ会議みたいなもんねミーティングよ会合を欠席したのかと」とでこいつを付属語の数を、えー、同じく関数字で答えろと付属語ね今単語ってあったじゃないですか単語の中には、えー、今回主役右にしようかこの付属語とあともう一種であります さあ、私が書いてる間に、わかりますか、皆さん、付属語、もう一種類何かっていうと。自立語です。消えちゃいました。この単語っていうのが。この二種類に分けることができる。いや、覚えてね、単語は自立語と付属語、二種類が、で、今回の問題はこの付属語を数えろって言ってます。 で、てことはよてことはよでじゃてことはさこの分さ一回単語に分けないといけないよ分けてからあ、こいつは付属語こいつは事実語って分けなきゃいけないんでまた分けましょうかじゃあ同じように文節からいきましょうあなたはねなぜね昨日のね会合をねってでここなんですけど欠席したのかっていうのはこれ1個です欠席したのねのかねとはならないんですよこれちょっと注意ね欠席したのかね で、単語に分けます。あなたは、あなたとは。で、なぜは、なと、ぜに分からないよ。なぜで1個ね。昨日のは、ここ。会合をも、ここ。で、ここです。<laughs> これちょっと難しくって。欠席したのかって、もともと、欠席するっていうのが1個動詞であります。欠席するね。で、欠席し、欠席するが一固だからね。欠席しで切って、で、たのかは、たのかって全部別です。 ちょっとここはね、まあ、複雑というかマニアックなんですけどこれも覚えておいてくださいまず今回はちょっとごめんねこっちが主役なんでこの説明しないですけど他の他は分かれますだから単語はこれに分かれるとであとはこっからですさあ自立語と付属語ってなんやねんって話なんですけどまあ自立ってさなんか自分で立つって意味でしょまあ日本語でも自立ってありますけど普通に自立語は自分で立てる子なんですどういうことかっていうと つまり自分で立てる子自分だけで意味が分かる子まあ意味を持つ子ねこれが自立語です付属語はそれ以外つまり自分だけじゃ意味を持たないんだよ付属って何かにくっつくことですよね自立語意味がある意味を持ってるやつにくっついてくる子が付属語となりますじゃあどこかっていうと例えばねあなたはとわ分かりやすい あなたってどう考えても意味わかるじゃん。あなたって。だからあなたは自立語なの。で、それにくっついてきた和が付属語になります。こいつです。で、話が色ろ飛躍するんですけど、ぜひね、ちょっと教えたいんで、まあ、あんまさ、取れるシリーズじゃないからさ、いっぱい詰め込みたくて、ちょっとついてきて。今、最初さ、これ、分節で切りましたね。赤が分節で切ったとこです、ここ。この赤の分節、人分節ね。 1>, 1個の文節の節中に自立語は必ず個個入ります1個だけです。意味を持ってるやつが。だから絶対これあなたが自立語になる。でなぜっていうのはえ、なぜって意味通じるのかなって思うかもしんないけど、こいつが一塊で分節だから、こいつが自立語になるんなきゃいけないのも。だから自立語になります。 で、昨日のって昨日とのに分かれてるじゃん。まあそこまで考えなくても分かりやすいよね。昨日って意味通じるじゃんって分かるけども、こいつが自立語だから、こっち、のがくっついてきた付属語。会合をも一塊で、まあ会合ってさっき言ったミーティングとか会議のことだから、意味通じるからこいつ自立って分かりやすいけど、それにくっついてきたをが付属語。で、欠席したのかって、欠席しとたとのとかなんだよ。で、一番意味が通じるのはやっぱ欠席するだよね。 これ意味通じるだからこいつが自立語でくっついてきた「た」と「の」と「か」は全部付属語になりますなぜならこの1分節の中に自立語は1人しか入れないから1人しかいないんだ絶対にだから付属語つまり123456になるんではい関数字で6これが答えになります いいかなまあ、ここまででまず単語分節そして自立語と付属語っていうのをぜひ使えるようにというかできるようにしてください。文法受験出るからね、まあ、全部の都道府県見たわけじゃないんですけどいいかなじゃあ次ですえー、とまあ全部書いてないんですけど動詞が縦線がね引かれているとでこいつの活用の種類そして活用形 まあ皆さんね頭を抱える方が多いですここに関してはまあこれもでもねあのルールさえ抑えればそんなにきつくない受験の問題だったらねじゃあ行きましょう本当の文は、えー、間違えた問題も復習をすれば理解できるっていう、まあ、この「すれ」っていうところですでこれを考えるときはまあもともとの単語動詞ねもともとの動詞動きを表す言葉が何なのかなって考えますひとまずでこいつはまあ「すれ」はもともと「する」ですよね ツールであの選択肢にもありましたちょっとあの切り取って画像貼っておきますね、えー、活用の種類は5個しかありません上から読みましょう5段活用上一段活用下一段活用下行変革活用と作業変革活用ですで押さえていくのはまず下,下行と作業まあ下辺左辺ってよく言われるやつですねこれは先に押さえますなぜかっていうと種類が少ないから。 でえっと、今回結論から言うとこいつ「する」は作業変革です、まあ、左辺って書いておきましょう左辺ですなぜかっていうと作業変革活用するのは「する」っていう動詞もしくは「ほにゃららする」「勉強する」とかっていう2種類しかないんですまあこのさ「ほにゃらら」にいっぱい入れたら種類増えていくけど大きく分ければ「する」と「ほにゃらら」するしかないんだ だから「する」が出てきた瞬間に「あもう左辺じゃん」っていい気づいてください。OK? でちなみに、えー、っとどうしようかなここに書いちゃうと分かんなくなっちゃうんで答え書きたいもんねちょっとこっちにおまけで書いていいですか右下使っていいもんねせっかくなら使おうはいということで下辺です。はいで一種類入ってー うん、<laughs> ちょっとちょっと欲張ったなえー、ごめんなさいちょっとこっちですいません来るでですすこの1種類しかないんです下辺はだから左辺はこのするとほにゃららする下辺は来るっていうのをまず覚えちゃってください他はありません下辺と左辺は。で あとは、五段と紙一段、下一段は、あるルールを使えば見分けることができます。それはこっちの2番で説明するから、ちょっとお待ちください。あ、でも先やっちゃおう。そうだね。活用系はまとめてやった方がいいね。で、こいつです。並べて。元々が本棚の本を、えー、著者ごとに並べて整理する。ですね。じゃあ、これの元々の動詞何っていう時に、ちょっとミスが出やすいです。出やすい。まあ、分かってる方はさ、 これもともと「並べる」なんですよ。「並べる」。で何でミスるかっていうと「並ぶ」で結構ミスります。もともとが。「並ぶ」。これ×ね。こっちじゃないです。いやでも分からんと。だって「並べ」ってきったら「並ぶ」じゃねって感じがしてくる気持ちも分かる実際ね。自分もそうミスしてたと思うし中学の時に。でこれはもともとの文章に入れて違和感がない方を選ぶのが分かりやすくって「並ぶ」ってちょっと使ってみようか。 えと本棚の本を著者ごとに並ぶって入れたらさおかしくない自分で並ぶわけないし本が。ってなるでしょだからここは「並べる」なの。まあべがあるから分かるって方もいると思うけどね。いいかなってことでもともとは「並べる」です。いいでしょうかでもこの動詞するほにゃららするくるが入ってませんってことは5段か上1段か下1段になっていると。さあどれだと。でそれを見分ける方法、まあ、技ですね。 技は、まあ、ここではねは使いましたけどここではこいつです。ないをつけてください。ないです。で、並べるっていうこの動詞にないをくっつけたらどうなりますかはい。並べないってなりますね。並べない。このないをくっつけたすぐ上の言葉今、べになってます。これがあ行。 う、異業んかアイウエ。ちょっと分からなくった。あいうえお」のどこかっていう話だからこれ「べ」だから「ばびぶべ」なので「え行」か「え」だんかこれ分かんないおいテンパったごめんごめんえのとこにありますよねってことで「え」っていうのはちょっと失礼「あいうえお」ってなったときにここを中心に感じますあ考えます「う」を「う」からして「え」は一個下ですよね「う」からしたら一個下です ってことで下に1個だからこいつは下1段活用になります下1段ですここが1個上の「い」のゾーンに入ったら上に1個だから紙1段なんですで「う」のところここから変わらない「う」のところにいるんだったら5段活用になりますこれが活用の種類の見分け方です いいかなしつこいですけどもう一回うよ作業と左辺と下辺に関してはもう覚えるしかないこれしかないからで残りに関してはないをくっつけてないの1個上をチェックしてえのとこなら下一段いのとこなら上一段うのとこなら五段活用よろしいでしょうかっていう感じですじゃこれ消しましょう答えをまとめて書きますねでもう一個活用形ですで活用形も今出しますね編集で。 これは上から順番になってます。未然、連用、終始、連帯、仮定命令です。この6種類しかありません。まあよく表とかにあるやつです。みんなの教科書とかにもね。で、これに関してはまず覚えてください。未然、連用、終始、連帯、仮定命令。この順番通りに。いいでしょうか。で、これを覚えた後に、ちょっと覚えてほしい言葉があって、まあこれ答え、まあいっか。いけるでしょう。ちょっと横書きでごめんなさいね。えーっと、あれ内容歌うだっけな。<laughs> 内容を歌ってます言葉だごめん。内容を歌ってます,、えー、てます丸大事ね言葉まあびっくりマークの方が分かりやすいから本当は「丸でいいんだけどちょっとこれ覚えておいてほしくて「内容を歌ってます言葉」これ何かっていうとこの「えー、と未然」から始まりますね「未然」「礼用」「終始」「連帯」「家庭」「命令と」とこれに後ろにくっつく言葉を表してます。 打つ言葉でどこで切るかっていうと「内容う」までこれが未然ですいいですかで「ます」までが「連用丸が終始「こ、えー、と」がえっと順番なんだ、えーと「連帯」で「ば」が「仮定でびっくりーく命令みたいなつまり後ろに「ない」「ようあ」ごめん「ない」よううない「よう」「ない」「う」「ない」「よう」が来ると未然形「た」でちちちはちょっと無視して。 た、て、ますがくっつくと連用形。まるで終わる。つまり、並べる、まる、みたいな。になってたら終止形。後ろにことがくっつくと連帯形。場が来ると仮定形。で、びっくりマークにしたのは、命令形って名前の通り命令してるんよ。ま、っき言うわ、ある。着替えろって。命令してるでしょ着替えろって。これ、だから、えっと、命令形になるんだけど、まあ、びっくりマーク、本当は本部でびっくりマークつくことほとんどないんですけど、 ビッくマなクつけた方が命令してる感じがするんでね、まあ、こうやって覚えるんですがこれを後ろにくっつくと覚えてくださいこれでほぼ解決します解決で本当はね本当はえっと連用と連帯がちょっと厄介なの、まあ、連帯はまだいけるんだけど連用が一番厄介ででまあ覚えてもらって一個一個ちょっと意味を把握してほしいのがちょっと欲張ってごめんよ長くなっちゃうけど動画未然形っていうのは未ってさ漢字まだって意味なんですよだからまだ行われてないの基本的に未然形って まだ行われてないのが未然形です。一応イメージで持ってて。で、で連用は無視。で、丸はさっき言ったように終始で終止形は終わるから。つまり、並ぶとか、ほにゃららする、丸ってなってたら終止形。で、ことはくっつける。まあ、この連帯まだいいわ。ことね。ちょ無視して、ばっていう仮定形も、もし何かをしたらっていう。ちょっと未然と混ざりやすいよね。まだしてない感じがするけど、何かをしたんだったらとか、したならばみたいなイメージ。 もしこれをしたらっていうのが仮定です。イメージとしてもね。で命令は命令だからいいと。だからまあ未然と仮定に関してはちょっとイメージを持っといてくれると嬉しい。だけれども今回確認するとすれの後ろがもう「ば」が来てるでしょ?「ば」じゃんあ仮定なんだわこれもう。並べても「手が来てるでしょ手はどこだ歌ってますのここ。つまり2番目だから連用なんだってやるともうすぐ活用系が導けるのでまず「 1>, えー、1番に関しては「する」だから「左辺そして「ば」だから「過程だから「左辺で」「過程なんで「こかえっ、ー、とこれは順番にしよう書こうかなこっちが「おとここれ答えねで次が、えーと「並べない」だから下1段だってね下1段でしかもえっ、ー、と「連用形」えっ、ー、と「う」で「連用」「き」か「うき」ですねえっ、ー、と うーきわかるかなこれで <laughs> 早くした方わかりにくかったらごめんなさいねこういう風に解いてくださいいいかな内容歌ってます丸言葉びっくりねぜひ覚えて,おいていただけたらと思いますはいということで最後ですねえっと防線部の中からえ他の3つとは品種が異なるものを選びそれぞれ記号で答えなさいとでこれはですね2番のが多分簡単かなと思うので先こっち行きます いいですかで、これはね、何が簡単かっていうと、えっと、他と違うものを見分けるときって、活用があるかどうかって結構一個の、まあ、着眼点になるんですよ。活用っていうのは、言葉が変わるかどうか、形が変わることを活用っていうんですけど、そこで見るんですが、2番はね、これさ、切るとか、これ着替えろってもともと着替えるって、まあ分かるよね、イメージで。バッセルはこれバッセルね、元バッセルか。バッセルになるんだけど、 動詞なんよ。動き表してるじゃん。切る、ちょきちょきとか。着替えるもん動き表してる。つまり動詞なんよね。で、切ると、これも着替えるが動詞でこれ分かってるから、こいつらも動詞じゃん、絶対に。で同じだよね。これ動詞で同じ。だから,だから選択肢切れると。じゃあ、あと、バッセと晴れどっちだって。確かに晴れもさ、まあ、動詞っぽいっちゃっぽいんだけど、これ晴れならばっていう、晴れの状態を表してるね。例えば、 あなたならばこの問題が解けますとかあったらあなたって名詞じゃないですか人はねあなたっていうものを表してるからこれ晴れも名詞なんですよこの,状態この場合は状態を表してるからでまあ罰するは罰するはねもともと動詞なので今回これは動詞動詞動詞こいつは名詞になるから答えとしては、えー、と2番だから赤になりますといいかな で最後上ですね上がちょっと厄介まい、あ、やだけどすごい有名でねいい問題なんで覚えてほしいとこなんですがまあこれねあのさ、ー、3, 3つ目の「小さい犬」がさ「い」で終わってるんですよね。「い」で終わってる。「い」で終わってる、えー、単語っていうのはこれも覚えましょう形容詞です。いいで終わったら形容詞よ小さい大きい 美しいとかね形容詞で他ないんだよね。<laughs> ってなった時にあまあこれこれが答えなんじゃねえのっていうやり方でもまあ当たると思うこれに関しては実際「う」だもんこれ答えただ解説はここで終わらないです大事なことがありますこいいつと引っかかりやすいんで,す大きなと、ね、でさっき活用があるかどうかっていう話をしましたね これ、小さいって活用があります。まあ、実際形容詞は活用するんです。形容詞って。活用する。言葉が変わります。で、活用するかどうかの見分け方って、もちろん変化を全部覚えるのも大事なんだけど、同じくないをくっつけると分かりやすい。これ、小さい犬にないくっつけられますかやろうと思ったらできますね。小さくない犬。言えるよね。変化するんです。ちゃんと。小さいは。だって、この本のこのに変化つけられないでしょ。このない本ってできないじゃん。 いろんなない色って言わないでしょ変化しないんです。実際、こいつらは、本。色。これは、ものの名詞なんで、連体詞って言います。いい、ものを連体詞。体言ってやつですね。あ、ごめん、体言なんですよ。名詞なんで。で、体言を詳しく説明してるんです。本だけじゃなくて、この本って、詳しくしてる。ただの色じゃない。いろんな色って言ってるから、こいつらを連体詞って言います。 体言を詳ししく説明してるんでただこれを言うとねちょっと汚くてごめんなさいね「犬」もさ名前じゃんこれも「体言なんよ名詞だから小さいで詳しく説明してるじゃんって思うんだけど「い」で終わってるから優先的に形容詞って言っちゃっていいこれはいいかなで問題がこいつです大きなこれさ「ない」つけてごらんって言ったら言えそうじゃない?「大きくない家じゃん」って活用してんじゃん って思うんですよ、これ。それはね大きいだったらそれは形容詞なんですでも大きなは連体詞なんですこれこれ気をつけてくださいあの有名どころで言うとちょっとごめんここで書けるからもい、まあ、いっかごちゃごちゃだけどね出やすいのはやっぱ大きなそしてそっちにそっち小さいだったけど小さなとかもそうあとはおかしなこいつらは全部連体詞です 変化しないんですこいつらこれは、えっと、覚えておくと、まあ、よく狙われるんでねこの大きな小さなおかしなに関しては覚えてもらえるといいと思います。はいという感じで何分結構,結構し構喋っちゃったかもしれないんですが、まあ、ぜひね、まあ、いろんなことごちゃばって喋ってきましたけど文、まあ、節からは単語とかあったり付属事実があったりしますけどぜひねあの文法に関しては、えーとまあ、中学で習う文法って自分も苦手でしたけどルール自体はね メインルールーその大事な幹になる木の幹になる太い部分のルールはそんなないんですよ。でそのね例外ルールがいっぱいあるだからごちゃごちゃするイメージがする難しいイメージが、ね、確かにある今回なかったけどそんなにねなかったけどでもまずおっきな幹の部分を固めちゃうの文法は。でそれである程度解けるからでそれで例えばそれをね自分が持ってる覚えたルールを使っても解けなかった。その時はうわわ特別ルールわー来たっって思っ で自分の幹に枝を生やしていけばいい、ね、そうやって枝を生やすことでそういったルールの時も対応できるようになればレベルアップじゃんまずは大きな幹の部分を覚えていくことである程度はもう戦えるようになるのでこんな感じで是非ね今回説明しましたけど一回動画戻してね今日じゃなくてもいいけど明日とかに一回戻してやってごらん自分の力でできなかったら意味がないどこの時間ね使って見てくれたんだったら必ず自分の力で解けるようになるまでやってもらえたらと思います はいということで今回はね高校受験対策の国語の第1弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上です会いましょう